デマみたいな。何十人もおかしいんですよ、やっぱり。どう考えても。本来だってなんていうかね、措置を取るべき場所は全くその違うところなのに、まあ、そこはその触れないで、要はその飲食店とかに、まあ、こうやってるわけじゃないですか。でその飲食店は本当にそれがそのなんていうかね、措置が効果的かどうかっていうのは。じゃあ本来違うんですよね、多分。だからその、なんか、その、隠れ蓑じゃないですけど、そっち隠すために、なんか飲食店の方が、なんか被害を受けてるような感じがしてて、でもまあ僕その飲食店じゃないから、あんまり関係ないんですけど、それって、その、福島の時の、まあデマとか、デマで、まあ米とか野菜が全然こう売れなくなっちゃって、話で、で実際にその米とかその野菜ってその検査を受けて、そんでまあ問題なくその食べられる基準にちゃんと検査をしてから、まあ、そういうこう流通してるっていう話なのに、もう全くそのデマで、なんか、その消費者から、その、福島さんが敬遠されてるみたいな話があったりとか、その、あとなんだっけ、あとその、豊洲が、その、もう速攻、その、要は、移転すればいいっていうのが、もう、秒でできるはずなのに、その、めちゃくちゃこう、先延ばししてる、してたっていう。で結局その、まあ、その豊洲の関係者の人とかがその何ですか、無駄にこう被害っていうか、まあ、損失受けるみたいな話 でそのほとんどの人はそれ別に関係ない話だと思うんですよ。自分事じゃないから別にそのニュースでそういう、まあ、その福島 その、まあ、風評被害とかその、まあ、豊洲の、まあ、先延ばしされてる、うん、まあ、そういうニュースがあるんだなっていうふうに、ひと言で、済ましてたんですけど、今回はもうちょっとその、なんていうんですかね、影響を受ける人がさらにこう、広がってるっていう感じなのかなっていうふうに。でも、それは、その、全体で来たら、ものすごくこう、エリア外なんです。ないか。じゃあ六本木の方行こう。
も気持ち悪いマジで。じゃあウーバーが湧いてくるのがマジ気持ち悪いんだよ。何なんだろうこいつら。気持ち悪い。なんでさ、座るマジで。戻ってきたんだけど気持ち悪い。ウーバーが湧いてくるの気持ち悪いね。粘着してきそうなやつってもうなんか波動レベルでそういうそのバイブス走ってるんでわかるんですよね。なんかふわふわしてるっていうか、なんかフラフラしてて、なんかその定まってないんですよね。そう、定まってないから、なんかその地に足ついてないんですよ多分。ふわっとしてるからすぐ分かる。はい、まあいいや、とりあえず今日あれだわ、チョンピーだけやろう。なんで、なんか太陽エリア外になっちゃった。なんでだろう。考えていくしかないわ。とりあえず。あれだわ、チョンピーだけやろう。
平日ですけど交通量と、まあ、人足結構、まあ、六本木の交差点なんですけど多いです、ね、多く増えてきてて回復してる感じです。1週間ぐらい前がもう全然人がいなかったんで、まあ、よかったかな。はい、あ、やべ、ヘルメットかぶるの忘れてた。まあ、ちょっと一回青山一丁目で行こう。ナイトクラブが感染源、かなりの確率で感染源って感じです。だからそのナイトクラブが、まあもうメインなのに、なぜかその飲食店がめっちゃその被害受けてるみたいな構図ですよね、多分。なんかそのインフルエンサーとかがイベントとか、まあ、講演会とか、まあ、そういうのやるともうなんかそのめっちゃクソリプが飛ぶっていう話ですよね。多分そのプロ市民がクソリプ飛ばしまくってるんじゃないか説がかなりあるんですよ。まあダメだこれ。そうだからやっぱりそのプロ市民がかなり複数で、複数アカウントでクソリップ飛ばしてる説がかなり有力されてて、実際はその実際はそういう本当にそのノイジーマイノリティって言いますかっていう感じと思うんですよ。だから本当一部の要はその、まあ、まあビジネスでやってる人がまあそういうこのノイジーマイノリティ的な意見を醸成してるっていうことなのかなっていうふうになんとなく思ってて、ちょっと今堀江さん そのニュースピックスの堀江ワンの、ちょっと最新のやつ見てるんですけど、じゃそれ見ながらちょっとアウトプットですね。マジよく土日に見かけてた、なんか港区とかに出没するなんかカエルみたいななんか車上がったんですけど、あのなんか緑のカエルみたいなのがなんかすげえこなんかめっちゃ面白いなとか言ってなんかバカにしてたんですけど、なんかあの車はなんかめちゃくちゃ高いやつらしいです。そうなんかカエルやんけとか思ってたんですけど、メッサカエル感半端ないなと思ってたんですけど、なんかあれめっちゃ高い高級車らしいですよ。そうめっちゃバカにしてたもん。何百万とかいう話じゃなくてもうなんか結構何千万みたいな話の車らしく、いやそこ緑かみたいな思った。なぜ緑なんだろうと思って、うん、まあでもあれですよね。だからそれだけだからこう余力があると思うんですよ。普通だってなんか白とか黒とかそういうこうオーソドックスな
あ、さ、自転車返さないとかな、オーソドックスなその色を選ぶじゃないですか。その高い高級車であればなほど なおさらと思うんですけど、でそこを緑にその崩すってことはよほどあるんじゃないですか。そう、で足立区とかって、そう、でも考えてみると足立区ナンバーとかやっぱ違うわ。そう、でそもそもあれなんですよね、この辺住んでる金持ちの人って多分運転しないんですよ、運転しないんですよ、みんなタクシーとかだから、その所有みたいなのはその経済合理的に考えたら全くそのなんていうんですかね、あれなんですよね。そう、だ運転しないんで多分そのなんか足立区とかからそのはるばる土日にはるばる来てる人たちが思うんですけど、ご飯だろうね。そう、ちょっと正面しようか、大丈夫か、雨的な感じに横からこうはあのザッてきてこう目に入った。いやー、ちょっと今日ちょっと青山公園行くわ、とりあえず青山公園行こっかなと思って。そう、マジこのバッテリーが重いんですよね、ほんと。このバッテリーが1個 1.7kg とか。そう重い、マジで。まあいいや。まあでも確かに、その、バイトとかで無料で借りちゃった方が、もう速攻楽だし、めんどくさくないんですけど、まあ、それはそれで自分でまあなんとかこうするっていう方がまあ言ったらもう単なるエンタメだから、そういうの込み込みで、そう、単なるエンタメだから、言ったら単なるエンタメだから、別にそのまあもう運動と割り切ってその稼げる稼げないとかとして、もう本当なんか勉強じゃないですけど、勉強って言ったら大げさなんですけど、単なるエンタメですね。でそれでまあその実際にその公園でフットサルやる。あ、でももうちょっと近く行った方がいいのかなこれ。あ、そうだわ。これあれだわ。ちょっと青葉公園でちょっと足裏の練習しようと思ったんですけど。そもそもちょっと渋谷の方行かないと多分なんないんじゃないですかね、これ。ちょっと青山公園行きました、とりあえず。ここだと若干今ちょっと青葉公園、青山一丁目のところ来てるんですけど、ちょっとあれなんですよね、それで今ちょうどその、スシローの社長の、水止めさんが、堀江さんとニュースピックスの堀ワンというので、5月ぐらいの
発表されたやつ対談してるんですけど、今話してて聞いてるんですけど、やっぱその財務体質、そういうこうの健全、常にこう健全する、いい状態をそのキープするっていうその能力が大事っていう話で、で、実際に僕もその僕もってちょっと言ったらちょっと失礼なんですけど、なんですかね、4年ぐらい、その自営でやって、それすごい痛感したんですよ。要は、いくら、なんか新しい何か始めたとしても、その結果はその同じになっちゃうんだなっていうのに感じたんですよね。っていうのも多分その数字とか、そのなんていうんですかね、経営って言ったらちょっと違うかもしれないですけど、その要は会計的っていうか、その簿記的なこう数字で、その健康状態みたいなのが把握できるっていうその能力がないと、もうそれ何回やっても同じなんですよ。結局それって財務体質を、その要は体で言ったらその健康状態みたいな、自分の体で言ったら、自分のその体内のその組織で言ったら、その、健康状態だし、で、体内でもう言ったらその組織みたいな話じゃないですか。その、内臓とかのその組織とか、その組織、体内もその組織で、で、その、組織 の, その状態を、その数字でその、客観的に、フィードバックっていうか、客観的に見える化するっていうのが、多分その内臓 の, その状態とかも、その定期検診とかでその検査を受けることで、数値化して、それでその体内組織がその健康かどうかっていう、把握できると思うんですよね。で、同じようにその組織、家で言ったら家計っていう、その組織だったり、その大なり小なり、そのやっぱその組織にその属してると思うんですよ。で、実際に自分 の, その体はその体内組織じゃないですか。で、少なからず一人でも、その2、3人とかでもそういう組織に属している中で、その組織 の, その, その健康状態みたいなのを、数字でその客観的に、そのなんていうんですかね、把握するっていう、その青山公園についてちょっと出されるんですけど、把握するっていうのがそのできなければ、その毎回その新しいことをなんか立ち上げたとしても全くその結果が同じになっちゃうんですよ。その同じになっちゃうんですよ。だ、それ今そのスシローの水止めさんっていう、東大の 理系からなんか、いろいろこうなんかベンチャーのなんか復興みたいな、ちょっとわかんないですけど、で2010何年ぐらいからスシローの社長になったみたいな人がいるんですけど、
あ、バスケットコートあるかな。そう。で、その人が今、その、堀江さんとの対談で言ったんですけど、やっぱり、その、いや、ほんとそうだわ、と思って。そう。そう、全くそう、そうだわ、と思って。だからそれを、要は、ハックしない限り、もうその、何やっても多分同じなんですよ。人がね、いないところに絶対いる。そう。あんまり人がいないところのが、全然ね、人のいない裏に、花の山千里って言いますけど、うん、そう。まさにそうだわ、と。いやどっこっちは、あ、いいや。これいっか。よいしょ。これいっかな。この方がいいから。でっか、
スペースだと。見よう見まねで、あの足裏のちょっと技やろうかな、開発したろうかな。あ、できた。あ、今できた。ちょっと今見よう見まねでやったらなんとなくできた。ダメだ。オフラインになって、難しい。
さ、めっちゃ可愛い。いやマジ犬飼いたいわ本当。いやなんかもうもはやその人とコミュニケーション取る必要ないなと思って、この後に及んで、そう、あの犬とか鳩とかあの熱帯魚とかにとコミュニケーション取った方が、あ猫とかね昆虫とかとあのコミュニケーション取った方が全然楽しいんですよね。そうで、なぜならばその人間とのコミュニケーションってもうすでにネットで完結しちゃってるから、そのリアルでその上辺だけ そのコミュニケーションしても全くその時間の無駄なんですよ。そうだ、ネットでもういくらでも そういうこうなんか背景みたいな、そういう中略できるんですよね、うん、で時間もったいない。そうで、わざわざ、まあ、例えばその飲み会とかがあって、なんかその電車であの川越から東上線でなんか池袋まで行って、で池袋からちょっと歩いて、でなんかそのなんか居酒屋、格安居酒屋のなんか家まで到着して席ついて、なんかこう気使って、なんか始まる前のなんかこうめんどくさいなんか気遣いして始めて、なんか背景から始まって、背景で長ったらしく始まって、でそこからなんか上っ面のコミュニケーションするみたいな。でその参加費に、まあ、交通費と、まあ、その参加費なんか3000円とか4000円とか、うん、絶対ワニに合わないんですよ、うん、ネットでいくらでもその交流できるから、
で、そしたらそのやっぱそのじゃあフェイス2フェイスってじゃあ何がっていうふうに考えたら、やっぱりその人間じゃなくてあれなんですよね、その魚とか昆虫とか、そのなんですかね、魚とか昆虫とか、まあ、猫とか犬とか、そのまあ、僕ヘビとかも好きなんですけど、ヘビはちょっとあの嫁がちょっとめっちゃ嫌いなんで絶対飼えないと思うんですけど、いやそういうのってあの要は SNS でそのタイムラインに流れてくるんですけど、やっぱりその実際にこうなんですかね、あのなんていうの、対面ってそこなんだなと思って、で別にそのなんかくだらない話なんか別にする必要ないから、うん、で別に情報収集なんかその人たち別にしなくてもいくらでもネットでできるから、人と話す必要性ないんですよね、マジで。そう、本当に人と話す必要性なくて、そう、音楽聴いてた、音楽聴いて、なんかスマホいじった方がその100万倍楽しいんですよ。うん、で、その、まあ、なんだろう、その、まあ、昆虫とか動物とか、まあ、鳩とか、鳥とかですよね、スズメとか、まあ、鳩とか、で、なんだろうな、ああそう、それでバスケとかそのフットサルとかはまあそのゲームやるっていう風に関して言うなら、まあその 3on3 とかそのなんだっけ、なんねえな、そう 3on3 とかそのなんですかね、まあフットサルだと 5-5 とか、まあそういう人必要なんですけど、でそこでその必ずしもそのお友達じゃなきゃダメなわけじゃないんですよ、うん、でそれって多分ネットのマッチングができちゃうから、その要は匿名の状態でみんな集まって、フットサルするみたいな、でもそれ小猿ってそんな感じじゃないですか、もうずっとまあ10年近くそんな感じでやってきたんですけど、まあその何回も同じところ行くと、まあこう毎回来てる人で、まあこうちょっとこう顔見知りみたいな感じになるんですけど、別にそのべったりその馴れ合いみたいな感じじゃないんですよね。だからその長年そのなんですかね、馴れ合いとかそのお友達みたいなのにすごい違和感を感じてて、うん、そういうことなんだなと思って、だからそれってなんかその不自然なんですよね、結局は突き詰めるとその自然じゃないんですよ多分。だそれに対してその不自然な状況、その現象に対してその違和感がなんとなくこう感じたんだけど、後からその考えてみると多分そういうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そうだ、結局なんていうかね、その自然がその自然にその擦り寄せてくるっていうみたいな感じ、その山とかそういうみ緑 の, その木々とかそういう話じゃないんですけど、その自分がその、自然な状態っていうのが、数字で表すと多分ゼロの状態だと思うんですよね。そうゼロの状態 で多分その、多分生活していくとそれがそのゼロの状態からどんどんそういう、こうプラスとか、まあ、マイナスとかもそうだと思うんですけど、そういう、まあ、活動を通してそういう風になっていくと思うんですよ、いろんなその有形無形の、うん、でそれをその実はそのそぎ落とすのがやっぱ大事なんだなって思うんですけど、でもその社会からしたらその要はそのなんていうのプラスしていった方が絶対にその旗から見るとその体裁がいいんですよね。うん、その無形とか有形 の, その所有物をその足し算していった方が絶対にそのあれなんですよ、旗から見るとすごい最もだし、うん、その社会的な評価みたいなのもあると思うんですよ。形勢めっちゃいいんですよ。そうだ、言ったらそのゼロの状態にその
と持っていくっていうのは完全に逆張りなんですよ。で完全に逆張りするとどうなるかっていうと、多分その 90% ぐらいの人は90% ぐらいの人は多分そういう感じじゃないんで、その後ろ指刺されるんですよね。こいつはなんかそのみんなと違うみたいな感じで、要は反対言ってるから。そうで結局でも それに対して具体的なその解決方法はその完全にそのネタ化すればいいと思うんですよ、うん、で例えば、まあ、その金儲けみたいな、まあ、それがもう美徳っていうか、まあ、その絶対的な価値観だとして、でみんなそれを目指して、まあそのまあ、まあ頑張ってると思うんですけど、でそれをやんないってことは、要はその資本主義のその中でそれはもう当然なんかもう最もな活動だから、それやんないとなんていうかね、要は経済が良くない。そう、所有物持ってないと経済良くないです結局。例えばその飲み会とかに、まあ、なんか同窓会とか行ったとして、でなんかこういう立派な所有物をなんか買ったんだみたいな言って、でまあそれがその一つのその自分のなんかこうまあ黒帯みたいな外郎みたいな感じで、でみんながそのまあこう、あすごいっすねみたいな、こういう風になるじゃないですか。そう、訂正めっちゃいいんですよね。でそれに対して逆張りに行くってことは、要はまあ逆の方向だと思うんですよ。でそうなった時にそのもう完全にその自虐として自分をその、まあ、自虐ネタとして、まあ、その一つの引き出しとすれば、全然そのむしろその笑い提供できるし、でそうむしろその笑い提供できるし、そのみんなそのそういう逆張りじゃなくて、みんなそのなんだ成功法っていうか、その上、あ、待って、あれなんですよ、その上行くから、その逆の方向に行く人っていうのは全くいないっていうか少ないから、そこでその自虐ネタ言うと、多分そこのポジションってめっちゃ空いてるんですよね。どこの組織ってもうガラ空きなんですよ。そう、だ自虐ネタ最高だなと思って、そうだから今ちょっとヒデさんの音楽、まあ音楽結構ずっと聴きまくってるんですけど最近、うん、で僕、まあ、そこになんかそのロケットダイブっていう、まあ中まあ、20代後半ぐらいの時の作品、まあ、30近くの作品なんですけど、まあビジュアル系からそのパンクに移って、でそのファッションとかも結構パンクっぽい感じになってる、まあ、その曲なんですけど、で、そこにやっぱ歌詞に書いてあったんですよね。そう、歌詞に書いてあって、いや、やっぱすごい深いわと思って。そう、コーヒー買ってこよう。そう、そうなんですよ。それロケットダイブになんか何もなければどこでも行けるみたいな
歌詞書いてあって、いやすごい。で、あのなんだっけな、ちょ今ちょっと聞いてるやつなんですけど、これだ。そう、Eyes Love You っていう歌。あ、来た。OK。いやマジもうメニューは、ま、マジで取る意味なし、マジ。そう、Eyes Love You っていうので、そのなんかその心なんていらない、人はみんな人を知ればみんな悲しいっていうところがめっちゃ深い。そう、アイスも売ってんだね。ちょっとアイス買いたいわ。いやどうしよう、ちょっとコーヒーも飲みたいけど炭酸ももう飲みたいな。これID使えない、まあいいや。ちょっとその、ちょっと待って、パワフルチャージっていうのがちょっと気になりました。ちょっと絶対ちょっと大道のちょっとごくごくエナジードリンクとか。いやマジでもうあのメニューの注文はマジ仕方でいいぐらいのテンションでちょっと行くんで、そうもう完全にあのチョンピー一本足で行くわ、完全に。そう、もう完全にエンタメ化してるからもはや、そうで、ツイッターのあのロードさんみたいなあの成功例をなぞっちゃうともうなんかこうあのアイデンティティが保てないんですけど、別にそこなぞんなくていいから別に。そうそう、あれなぞっちゃうともうなんていうんですかね。そうだから見ちゃダメなんですよやっぱり。そう言ってた誰かは、ああ間違いないですねこれ。この大道さんのごくごくエナジードリンク、エナジージム、はい、間違いないっすわこれ。あー、いやーうまい。いやもう最高ですよ本当に。誰もいなくて、自然に囲まれて、うん、こんなにで無料で使えて、みんなそのなんていうんですかね、こう映えな表参道みたいなところしか評価しないから、うん、こういう無料で使える素晴らしいところを全くあの数字で評価されないから、うん、そう本当にね、だからもういいんですよね。あー取っちゃったか、あー取っちゃったわ。ちょっと今取れた感がしたんですけど、まあいっか、とりあえずもうちょっと渋谷の方に行きますわ。そうですね、あ、そうだ、大役さんも
そうだ、ちょっと料金をあのぼったくり係から適正価格に変え直したんで、ちょっと強気価格にしてたんですよね。じゃ一切注文入ってこなかったんで、ちょっともうあの狼狽売りっすね。狼狽して、ちょっと今ウーバー価格にしたんですけど、もう行こう。ちょっとあーあそこね、はい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 、場所わかるから、ちょっととりあえず充電しよう。そうだから、その匿名な状態が多分その自然なんですよね。でそのなんかみんなそのツイッターのアイコン説をなんとなく考えて、でそれって要はその匿名の状態ってそのゼロの状態に近いと思うんですよ。っていうのもその肩書きとか名前とかそういうの一切ないわけじゃないですか。そのアイコンはその自分で適当になんか貼り付けてみたいな感じで言ったらそのゼロの状態だと思うんですよね。でゼロイコール自然だからっていう考えると、そうっていうふうに考えると、それが一番その自然なんですよね。そうだから、その状態でなんていうんですかね、こうち悪い。でマジさ、なんでさこっち側にさ、なんでワイなんつうの、同じ方向に来んの、マジ気持ち悪すぎだろマジで。なんでこっち側にさ映った瞬間にさこっちに来んの、気持ち悪すぎだろマジで。あいつなんなんだろう、あの湧いてくるのは気性、マジ気性すぎでしょマジで。こっち寄ってくんだよマジ気持ち悪いな。気持ちよすぎだわ。気象さが半端ないよマジ。気持ち悪い。やばいでしょ。この気象見てるよこれ。気持ち悪い。マジ気象すぎなんだからあいつ。気色悪いマジで。マジ気色悪いわ。